金鳴らしがなければあの幻術は破れぬぞ。森役の務めと勇んでみたが、このざまよ。平田はしまいじゃ。母だけでも逃がさねば。
私のためそなたは戦ってくれた。捨て置くことなどできるものか。狼よ、我が血と共に生きてくれ。さん、どうやら古い記憶が目覚めたようじゃな。ああ、巫女様を見た。そうかい。司祭は聞かぬし、語りもするな。見えたものは己の内に留めておくもんじゃ。物資殿は。そこの仏で何かが見えたのか。お前さん、人の話を聞いてたか。どうなのだ。炎じゃ。炎、何を備えようともそれしか見え、一面のアシナを焼き尽くすような炎。それはこの話はしまいじゃ。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。